選挙君主制は、君主を世襲によらず選挙によって選出する政治体制のこと。世襲によらないリーダーを0選で衰退する制度は、歴史上ヨーロッパの王国からアフリカの部族国家まで世界中で広範に見られ、選挙の方法や非選挙権者、選挙権者の範囲は、時代や国によって大きく異なる。 時代を経るごとに世襲君主制に移行した例も多いが、ヨーロッパでは実質的に世襲君主制に移行したものの、公式には選挙君主制を維持していた例もある。マレーシアの国王5年の任期を持ち、マレーシア連邦構成州の君主であるスルターンの御先生である。ヌグリスンビラン州ではさらに、スルターンが州内の地域市長の選挙で選ばれ、その地域市長も、 また地域内の長老により選出される。カンボジアでは、ノロドム家とシソワット家の2つの王家のメンバーから、立法府の政府議長と首相と上座部仏教に、宗派の指導者からなる王室評議会が、終身の国王を選出する。共和制であるものの、4大主張家から5年任期の国家現象議会が、指名する。同様に、厳密な意味での君主制とは言えないが、 カトリック教会の数機教が汚選して選出される、ローマ教皇を原始とするバチカン主国も、選挙君主制に類似した体制を持つ国家である。このほかデンマーク、スペイン、オランダ、ノルウェー、ヨルダンでは、多い継承権を持つ者が耐えた際に議会が、後継の国王を選出することが定められている。王政ローマでは、王は終身だが世襲ではなく、原則として、 市民集会が選挙で、ローマ市民権を持った者の,の中から選出した。選出は、必ずしも、家計や身分によらず、市外の者が選出された例もある。王の一族は、貴族となる。ローマ帝国やビザンツ帝国においてもローマ皇帝は、元老院により選出される、第一の市民とされ、必ずしも全皇帝との結縁は必要とされなかった、ため選挙君主制の一形態とされている。 モンゴル高原の遊牧民の間ではクリル隊により部族の代表者たるハーンを選出する伝統があり、モンゴル帝国においてもチンギスカンは一族や有力部族長の衰退を得て大ハーンに選出されている。あとの大ハーンは全員チンギスカンの子孫の中から選ばれているが、大ハーン継承には長子相続や抜子相続のような決まったルールはなくクリル隊で 帝国内の支持を集めた人物が選出されていた。神聖ローマ帝国、ハンガリー王国、ボヘミア王国などは公式には選挙君主制を維持していたが、後にハプスブルク家が君主位を独占するようになり、実質的な世襲君主制として機能していた。ただし30年戦争時のフリードリヒト王や、オーストリア継承戦争時のカール7世など、 ハプスブルク系以外から選出された例もある。ポーランドリトアニア共和国最後の国王スタニスワフニセイを選出した国王自由選挙詳細は国王自由選挙を3これは大貴族による実権の掌握と王権の著しい弱体化につながり諸外国の干渉も招いた。そのため末期には改革の動きもあったが第三次ポーランド分割によって国家そのものが 消滅することで終焉に至った。高千穂遥の SF、クラッシャー上に登場する連帯惑星型国家、ピサン王国も、次期君主は先行で決定される。ありがとうございます。